このかぼちゃは、ほこほこっとしている高粉質の、かぼちゃで、収穫後日数を置くことによって甘みが増してくる、そういうかぼちゃです。おすすめのかぼちゃの食べ方はスープです。ポタージュにして、飲むかぼちゃが甘くて美味しいです。パスタのソースとしても使えるので便利だと思います。しっかりと手をかけてあげることによって、きちっとしたかぼちゃになっていくというところが非常に面白いです。やっぱり最後自分で手に取ってそのかぼちゃの姿を見た時に綺麗だなって思える時が一番嬉しいです。食卓を笑顔にするということを大事にしているので、この一つ一つが皆さんの笑顔につながるのかなと思うと嬉しいです。